Thank you.
あれだな、 RPG の王様でもいそうな部屋だな。玉座ってやつ？王様が座る場所ってことね。また君たちはそんなのんきなことを。ここに恐ろしい女王がいるかもしれないんだぞ。いや、それよりミュウだ。ミュウ、どこだ？いるんだろ？あ、おいカイト、あんまり大声出して女王に見つかったら。なに？なんかうるさい。今の声、あの玉座にいるのってもしかして。やっぱりか。え、もしかして女王様ってミュウちゃんだったの？そうだったの？僕全然気づかなかった。そこは他にいないでしょ。私もちょっとおかしいなとは思ってたかも。ええ、私もよ。女王様が女の子だって聞いた時から。うむ、この目で見るまで信じがたかったな。みんな気づいてたのか。当然俺も最初から分かってたぜ。いや、ドラクモンは絶対気づいてなかっただろう。女王というやつがとんでもない化け物じゃなかったならそれでいい。ちょっと何を勝手に入ってきて。ミュウ、よかった無事だったんだな。よかった、本当によかった。ここまで追っかけてきたの？当然だ。さあ一緒に行こう。こんなところに一人でいても危険だ。一人じゃないし、みんないるし。みんなって。もしかしてあの小さい奴らのこと？そういえばあの子たちは女王様の配下だって言ってたけど。ここの連中みんなうちの家来なんだよ。あ、シャコモンは別ね、うちのマブダチだし。家来、だからシャコモンは別だってば。ねえシャコモン。お兄さん、はじめまして。また新しい化け物。化け物なんてひどい。シャコモンはうちの一番の理解者なんだよ。そうだよね。お前がミュウをそそのかしたのか。シャコモンはそんなんじゃないって。すぐこれだよ。喧嘩っ早いし乱暴だし、柄悪いしうざいし迷惑。いや、俺はその。大地さ、そんな知らない学校のよその連中と一緒になんていたくない。あ、僕らのこと？タクマたちは信用できる。悪い奴らじゃない。さあ、散々心配させやがって。おとなしく一緒に来るんだ。あまりわがまま言ってみんなを困らせるんじゃない。ほらもう偉そうに。お兄ちゃんなんて大嫌い。ベーだ。ミュウ、何があったんだろうな、この兄弟に。やれやれだぜ。カイトったらいつもカッコつけてるのに、妹の前じゃ肩なしじゃん。
兄弟仲がどんな状態かなんて他人に分かることでもないよ。ねえ、どうするの？ミュちゃん素直についてきてくれなさそうだけど。僕もそれを考えてた。肝心のカイトはあんなだし。嫌い。お兄ちゃんなんて嫌いって。カイトのやつマジか。すげえ打撃受けてんな。ミオ最強かも。だからってどうするのよ。あの子はまだ子供だ。やはりここは僕らが年上として叱るべきだろう。頭ごなしに言うのよくないんじゃない？ますます嫌がられると思うけど。それより何より気になるのはミウの危機感のなさだ。シャコモンたちがいるとはいえ一人で怖くなかったなんてちょっとすごいわよね。ここは危ない世界なのよって教えてあげるべきじゃないかしら。それよりさ、物で釣った方が早くね。相手は子供なんだし。ハルやミユキだってお菓子とおもちゃがあるって言われたら喜ぶだろ。別に。それよりお姉ちゃんと遊ぶ方がいい。いい。そうだった。この二人はこういうやつだった。もうひそひそうるさいよ。早く出てってってば。もないと。おい、なんかわかんねえけど、あいつなんか企んでそうだぞ。たくまくん、どうしよう。ミュウは分かってないみたいだけど、この世界は本当に危険なんだよ。だから一人でいないで僕たちと一緒に行こう。うちにはシャコモンがいるから平気って言ってるのに、どうしてうちの意見を無視するの？シャコモンをバカにするの？バカになんてしてないわ。私たちにだってラブラモンたちがついてるから、この子たちが頼りになることはよく知ってるもの。だったらお兄ちゃんたちと一緒に行く必要なんてないってわかるでしょ。それでも一緒にいるべきよ。シャコモンがついていたとしても危険には変わりないのよ。ミオのことは私が守るから危険なんかじゃないよ。ダメだな、危険性を全く認識していないらしい。もうやっぱりお兄ちゃんとお兄ちゃんの友達なんてうざい。すっかり嫌われたみたいだぞ。これはまずいかも。ねえねえミウ、それじゃあどうするの？するも何も、いつもいつもいつもお兄ちゃんはうちに構ってばっかりで、もううんざり。うちは自由でいたいの。スイッチオン。え、ちょっとやめなよミウ、お兄さんでしょ。そこまでしなくてもいいんじゃない？大丈夫、死ぬわけじゃないしさ。ミウ、お前、何をする気だ？ここからいなくなってもらうだけです。はい、ポチッとな。はあ、本当に押しちゃった。押したって、おい、なんだ。お姉ちゃん、僕に捕まって。
うわ